北島チューリップ公園は、徳島県板野郡北島町にあるチューリップをテーマとした公園と、福島88系に選定。隣接しており、北島チューリップ公園の関連施設がある、北島中央公園についても記述する。戦後間もない頃より、チューリップ栽培が始められ、現在では、年間約60万本のチューリップを出荷するほど、 チューリップ栽培の盛んな町となった。その北島町のチューリップ栽培を象徴するのが本公園である。毎年4月に開催されている北島町のチューリップに関するイベント。徳島はチューリップの切り花出荷全国第3位で、県内では北島町のチューリップ畑以外は存在しない。チューリップの販売やチューリップに関するイベント等が行われる。体育館、グランド、 温水プールといった運動用施設や散策道などが整備されている。北島チューリップ公園の関連施設である、チューリップハウス、風車、風ちゃんは隣接するこちらに建設された。北島町民体育センターは、北島中央公園内にある体育館である。救命賞は、北島勤労者体育センターであったが、北島町が買収した際に解消した。北島町温水プールは、 北島中央公園内にある温水プールである。愛称はサンビレッジ北島。北島チューリップフェアに関するカテゴリー。北島町民体育センターに関するカテゴリー。北島町温水プールに関するカテゴリー。ありがとうございます。